周りの方の幸福度も 20% アップするという結果が出てるんですね。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチのサンディです。今日もありがとうございます。今日は大人気の39時間以内に奇跡が起きるシリーズの続編をお届けしたいと思います。前回の39時間以内に奇跡が起きる動画はご覧になっていただけましたでしょうか。まあ、こっちかこっちに表示しておきたいなと思うんですけれども、今回の動画ではその動画を見てくださって奇跡を感じてくださった方も、全然効果なんか感じなかったなんていう方にも、どうして今回のこの動画をご覧になっていただくと奇跡が起きるのかっていうことを納得していただけるような内容、そしてこれからさらにさらに奇跡を呼び込む方法をお届けしていきますので、ぜひ今日も最後までご覧ください。今日のポイントは集合的無意識です。これ集合意識とか集合的無意識とか言われているものなんですけれども、これ以降はちょっと長いので集合意識とできるだけ言っていきますね。でこの集合的無意識とか集合意識っていう言葉、皆さん聞いたことがあるでしょうか。僕の他の動画もご覧になっていただいている方は、この集合意識じゃなくて顕在意識とか潜在意識っていう言葉を聞いたことがあるんじゃないかなと思います。それでまずは顕在意識っていうのはどういうものかっていうと、普段自分はこんな風に感じているんだとか、あとはこんなことを考えているんだなと自覚できる意識のことです。これは現実創造のたった 5% しか占めていないと言われています。はい、そして潜在意識っていうのは普段意識することができない 95% の無意識の部分のことです。この潜在意識が現実創造の 95% を占めているので、ほぼほぼ人生を決めると言われているんですね。この関係はどういうことかっていうと、例えば5キロ痩せたいと普段から意識的に考えていたとしても、 95% の潜在意識の部分で何らかの理由で痩せたくないとか痩せるのは難しいと信じていると、どんなに痩せようとこの顕在意識の部分で固い意志を持っていたとしても、まあ、5対95で顕在意識が負けてしまいますので痩せられないということなんですね。であとはこの顕在意識では、例えばじゃ結婚したいと思っていたとしても、潜在意識で結婚は面倒くさいとか恋愛が怖いというような思いがあると、どんなに美人でスタイルのいい方がいろんな婚活パーティーに行ったとしても結婚することはできないということなんですね。これはまあ潜在意識の方で結婚したくないと強く思っているからなんですけれども、まあ、なのでよく潜在意識の方を書き換えたり、あとは潜在意識にあるメンタルブロックを解除すると人生が変わりますよと言われるんですね。そして集合意識っていうのは何なのかっていうと、これはスイスの心理学者のユングさん、カール・グスタフ・ユングさんという方ですけれども、この方が提唱したもので、潜在意識には個人の意識である個人的無意識と、あと全人類が共有する集合的無意識のこの2つの領域があるという概念なんですね。要は潜在意識にはこの2つがあるっていうことです。これは例えばどういうことかっていうと、じゃあ国で言うと日本の国民性とかアメリカの国民性とかイギリスの国民性みたいな感じで、みんな同じ人間なのにもかかわらず国民性が違うとされていますよね。他にも県民性とか地域性とか、まあ、なんとなくその場所の空気感とか傾向性があるとされていますけれども、これは集合意識の観点で説明すると、近い場所にこう集まっている人たちはより集合意識でつながっているから言動に傾向性が生まれるという言い方もできますし、もしくはこの土地の人たちはこういう性質があるというそのみんなの共通認識、多くの方の共通のそういう信念があることでその地域の人々の性質にも影響を与えると、そういうふうにも言えるんですね。まあ、いずれにしても多くの人が潜在意識で、まあ、集合無意識で、信じている通りに物事が現実化するということなんですけれども、僕はいろんな国に旅行に行ったり、現在もヨーロッパに住んでいます。でそれでいつも感じることなんですけれども、やっぱりですね、日本人は礼儀正しいという傾向がやっぱりあります。でこれは礼儀正しい日本人の集合意識に影響されるから、日本人として生まれたら礼儀正しい傾向があるとも言えますし、日本人は礼儀正しいというそういう自意識とかその共通認識があるからこそ日本人は礼儀正しい傾向性があるというふうにも言えると思います。まあ、一方で日本人は気を使いすぎるっていう点もありますよね。
これも日本では多くの方が自己主張しすぎないことを良しとしていますので、これも集合意識ということができると思います。これもやっぱり多くの方が信じているその想念に現実が影響されるということだと思うんですね。こんな感じで集合意識の領域でみんなが同じような認識を持っていると、それが現実にも影響するということです。はい、それで実はこの奇跡が起きる動画シリーズは、この日本人の集合意識を少しずつ書き換えるという意図も込めています。これどういうことかっていうと、このチャンネルを見てくださっている皆さん一人一人が、日常は当たり前じゃなくて奇跡の連続なんだと心から腑に落としたり、あと素晴らしいことや奇跡は簡単に起きるんだ、簡単に起きていいんだっていう認識になることで、社会全体が奇跡に気づけるあり方になって、感謝が広がる、こう幸せな形になっていくんじゃないかなということなんですね。一人また一人と奇跡体質の人が増えることで、最終的には社会全体の集合意識が変わっていくと思いますし、そうなったら本当に素敵なことだなと思っています。風の時代についても思うんですけれども、今までのいい大学に入っていい企業に入って定年退職っていうのが幸せの象徴と多くの方が信じていた時代から、自分の個性を大切に自由に生きることが憧れの対象となるような、時代にすでになりましたよね。これは天体の位置関係の影響もあるとは思うんですけれども、その他にもこの集合意識が関係しているのかなとも僕は思っています。僕は何年か YouTube で発信してきているんですけれども、ここ最近自由に生きることを伝える方が爆発的に増えてきています。そういった発信者の方が増えて、動画や SNS を目にする方も増えて、一人一人の意識が変わってきたことで、この集合意識もだんだん変わって、世の中の風潮も変わってきたんじゃないかなというふうに捉えています。この奇跡が起きるシリーズを見ていただいて、奇跡を実感した方や、今ある物事が当たり前ではなくてやっぱり奇跡なんだと気づく方が増えれば増えるほど、この集合意識が変容して社会全体が奇跡体質になっていきます。ですので、ぜひ奇跡シリーズを何度か見ていただいて、自分は奇跡が起きる体質なんだとか、今ある日常は当たり前なんかじゃなくて奇跡なんだということを腑に落としていただきたいと思ってるんですね。あなたが起きる出来事すべてに対して奇跡なんだと感謝することができて、自分は奇跡体質なんだと心から思えるようになって、そしてその奇跡が全人類に訪れることを祈ることができたら、それは大きな社会貢献をしているということになります。スピリチュアル的な観点ですけどね、これも社会貢献だと思います。このチャンネルでは現在8万人の方が登録してくださっています。8万人もの方の意識の影響力はとても強いので、みんなが奇跡にアンテナを立てることで、今まで奇跡体質になれなかった方も引っ張り上げられますし、チャンネル登録者様の一人一人が奇跡を信じられたら、日本全体、世界全体で奇跡体質の方が徐々に増えていきます。ハーバード大学の研究結果にもあるんですけれども、幸福度が高い人が近くにいると幸せが伝染して、周りの方の幸福度も 20% アップするという結果が出てるんですね。これもなんとなく集合意識の法則なんじゃないかなというふうに思っています。日常は当たり前じゃなくて奇跡だと思う、あり方はとても幸福度の高い感謝のあり方ですよね。そんな方が一人でも多く増えることで、日本の幸福度、世界の幸福度はどんどんアップしていくんだろうなと、そういうふうに考えると僕自身とてもワクワクします。それで最後になりますけれども、ぜひこの動画にもワクワクの波動でコメントを残していってください。今日のワークの一環として、ここ3日以内に気づいた、当たり前だと思っていたけれどもこれは奇跡なんだということを最低でも5つ、できたら10個残していってください。今回の動画はこのチャンネルに集まってくれている皆さんの奇跡を呼び込む意識を集めて、集合意識の力を使ってコメント書いてから39時間以内に必ず奇跡が起きるように設定しています。他の方のコメントを見た方が、そっか、これも奇跡だって気づきを得ることができたら、それは学びや気づきを促したということで、コメントを書き込んだ方が徳を積んだことになります。そしてそのコメントで奇跡だって気づけた方は、奇跡体質にまた一歩近づいて、集合意識がまた少し変化していくことで、社会全体の幸福度がアップするといういい循環になっていきます。あなた自身が奇跡体質になるためにも、見た方の気づきを促してあげるためにも、そして社会貢献のためにも、ぜひコメント欄にあなたが気づいた奇跡について書き込んでみてください。
まあ、これはぶっちゃけもう体感していただくしか実感できないと思いますので、動画のコメント欄に書き込むっていうワークを通して、まあ、39時間以内にですね、奇跡を起こしてみてくださいね。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。39時間以内に奇跡起きますからね、楽しみにされてください。コメント欄ももちろん書いてくださいね。はい、それではスピーチャーチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。